今回は光る君へ第15話、おごれる者たちの復習解説です。第15話では政権を主導する道隆の独裁が加速する中、道長は反発。一方、真宙は沢と石山寺へ向かい、思いがけない人物と出会うというお話でした。第1章では政権を握った道隆は実際にはどのような政権運営をしていたのか見ていきたいと思います。まずは道隆が妹の明子を代理から追い出した描写から見ていきましょう。990年10月、貞子が中宮となり天皇のいる代理に入ります。これに伴い明子は代理から式の蔵司へ移ることになりました。式の蔵司とは中宮の事務を行う役所で、代理の東に位置しています。ドラマでも描かれた通り、貞子を一条天皇に近づけ、明子を天皇から遠ざける意図があったのでしょう。実際この頃から一条天皇の後継をめぐって、貞子と明子の関係は微妙なものとなっていくのです。ちなみに明子は道隆の妻で、貞子やこれちかの母だった高階の高子を嫌っていたとする説があります。高階の高子はかつて円友天皇に学識を高く評価され、そばに仕えていたことがありました。円友天皇との関係が微妙だった明子は嫉妬心を持ってしまったのかもしれませんね。さらにドラマでは道隆と実婚の者が66人も位を上げ、反発を受けるシーンがありました。ドラマでは詳しく描かれませんでしたが、特に貴族から反発を受けたのが道隆が婿入りした高階家の地位上昇です。高階の高子の父高階の成忠は中宮貞子の祖父であることを理由に、貴族の個人ランクにあたる位階では上から4番目の従二位となります。前年に小三位となった高階の高子の昇進と合わせ、もともと学者貴族で高位高官を占めるような家ではなかった高階家の昇進は、貴族社会では到底受け入れられるものではなかったのです。さて、前回の動画で紹介した通り、道隆政権成立当初、弟の道兼道長は道隆に反発していました。しかし道隆は道兼を内大臣に、道長を権大納言に推挙しています。反発勢力が多かった道隆は弟たちを手なずけて自分の勢力に組み込もうとしたのです。さらに991年に一条天皇の父円友上皇が死去すると、道隆は明子を女院とする前代未聞の措置を取りました。上皇のことを当時は院と呼んでいましたが、女性版の院ということで明子は上皇に匹敵する地位を得たのです。円友上皇が亡くなったことで、明子は一条天皇の母として天皇家の長となっており、より確かな権威づけをしようとしたのでしょう。このように道隆は一時反発を受けていた弟や妹を取り込みながら、権力基盤を確かなものとしていったのです。ただしその一方で、実助や金藤など主流から外れてしまった藤原氏一門からはさらなる反発を受けることになりました。これが道隆死後、その後これ近が政権を握ることができなかった一因となっていくのです。このあたりはまた後日解説しましょう。次章では念願の宮遣いをすることになった聖少納言の宮中に入った頃の意外な姿を紹介したいと思います。次に聖少納言の宮遣いについて見ていきましょう。聖少納言の名前の由来や枕草子に書かれた宮遣い初期の彼女の様子について掘り下げたいと思います。聖少納言が宮遣いを始めたのは、ドラマでも描かれていた通り、高階の高子が監視や和歌に通じた女房を増やすことで貞子周辺を明るく開放的な空間にしようとしたことがきっかけです。その方針で抜擢されたのが聖少納言でした。人物紹介。聖少納言で紹介した通り、彼女の父清原の元助が和歌の名手であり、漢詩や和歌に通じていたことも聖少納言が選ばれた理由の一つかもしれません。諸説あるものの、993年頃聖少納言は宮中に入り、中宮貞子の女房となります。当時高貴な人に仕えるには厳しい訓練や複雑な手順を踏まなければならず、すぐに主人に会うことができないのが通例でした。しかし聖少納言は特別待遇で迎えられたようで、すぐに中宮貞子と面会を果たしています。初対面を果たした貞子のことを聖少納言は枕草子にこう記しています。そっと差し出されたお手は初々しく美しく見える。
里人の私にはこんなお方が世にいらっしゃるのだと驚くばかりでした。ドラマでも桔梗が貞子を美しいと見とれていましたが、枕草子にもその様子が描かれていたのです。その美しさを枕草子では手の様子のみで表現しているのが素敵ですね。さて、後世知られる聖少納言の名はドラマでも描かれたように貞子から与えられたと考えられています。このチャンネルで何度か解説しているように、当時の女性の本名は家族のみが知っており、外部の者には知られていませんでした。女房として仕える際には主人から本名とは別に女房名が授けられるのです。聖少納言の姓は実家の清原氏から来ていますが、少納言は官職名に由来すると考えられています。紫式部の式部が父為時の官職式部の城から来ているように、通常では周囲の人物の官職名が当てられるのですが、聖少納言の周囲で少納言になった者はいないため、少納言とされた理由は不明です。彼女の親戚に少納言になった人物がいたと想定する説や、特別待遇で貞子と謁見したことを根拠に例外的に少納言とされたとする説などがあります。ドラマでは夫も子も捨て自分の力を試そうとする強気な女性として描かれている聖少納言ですが、実際の彼女は少し違っていました。貞子や高階の高子から大きな期待を受けていたものの、最初は緊張して出仕できず泣きそうになっていたと枕草子で語っているのです。当時の女性は人前に顔を見せることが滅多になく、主人である貞子にも夜暗くなってから顔を合わせるのが精一杯でした。しかし貞子はそんな聖少納言を叱責するのではなく、積極的に話しかけるなど彼女の能力を引き出すために尽力したといいます。こうした貞子の優しさに触れる中で、聖少納言は貞子に心酔していきました。貞子と聖少納言の二人はこの後訪れる数々の苦難を共に乗り越えていく特別な絆で結ばれていくことになるのです。このあたりは人物予習聖少納言の動画でも紹介しているので、気になる方はぜひ合わせてご覧いただければと思います。この後の聖少納言の動きについてもドラマの展開に合わせて詳しく解説する予定です。楽しみにしていてくださいね。次章では貞子の兄これ近と道長の弓比べについて詳しく解説しましょう。ドラマでは道長とこれ近の弓比べの様子が描かれました。この話は歴史物語大鏡に描かれた有名な逸話です。大鏡ではどのように記述されているか、当時の日記に書かれた道高邸で行われた弓比べの様子などについても紹介しましょう。弓比べとは的に当たった矢の数を競う弓の勝負のことです。2回矢を放ち多くの的を射た者が勝者となり、個人戦だけでなくチーム戦もあったようで、掛け事として当時の貴族に親しまれていました。第8話解説でも紹介した通り、当時の上流貴族は若い時に検非違使など武芸を用いた役職に就くことが多く、弓も日常的に訓練していたのです。ドラマで描かれた弓比べは歴史物語大鏡に登場するエピソードが元になっていると考えられます。大鏡に描かれた弓比べの様子を簡単に紹介しましょう。ある時道高の屋敷でこれ近が弓比べの会を開いていると、そこに道長が現れます。道高は驚きつつも道長をもてなし、道長とこれ近の2人は弓の勝負をすることに。この勝負で道長は我が家から帝妃が立つならばこの矢を当たれと言っていると、見事的の中心に命中しました。続いてこれ近がいますが、緊張のあまり手が震え的とは全く別の方向に矢が飛んでいってしまいました。これを見た道高は青ざめてしまいます。さらに道長が摂政関白になるはずのものならばこの矢を当たれと言っていると、またしても的の真ん中に当たりました。当初は道長をもてなしていた道高でしたが、気まずい雰囲気になってしまいます。道高はこれ近になぜいる必要があるのだ、もういるなと止めに入り、場はしらけてしまったのでした。これが大鏡に描かれた弓比べのエピソードです。ドラマではこれ近の方から自分の家から天皇が出ると願掛けしていましたが、大鏡では先に道長が言ってる点が異なりますね。
まるで道長が予言したように書かれていますが、このエピソードは大鏡の創作と考えられています。大鏡は道長の時代に作られた歴史物語で、道長が栄華を手にすること、道隆コレチカの中野関白家の栄華が短期間であることを示唆する描写となっているのです。ただし大鏡のエピソードは全くデタラメというわけではありません。藤原実資の日記小遊記には道隆の屋敷で行われた弓クラブの様子が記録されており、コレチカがこの回で道長と競ったかは分かりませんが、道長が的を射抜いたことが特筆されています。光る君への時代考証倉本和弘氏が指摘するように、この時の弓比べが大鏡のエピソードの元になったのかもしれませんね。最終章では牧野たちが旅した石山寺と紫式部の関係や石山寺の見どころについて紹介します。ドラマでは真宙と沢が石山寺に出かける様子が描かれました。石山寺は紫式部ゆかりの地として、今年は大河ドラマ館も設置されています。石山寺とはどんなお寺で、紫式部とはどのような関わりがあったのでしょうか。石山寺は現在の滋賀県大津市にある真言宗のお寺です。本堂は天然記念物の景懐石という巨大な岩盤の上に立っており、これが石山寺の名前の由来となっています。奈良時代、聖武天皇が楊弁という僧侶に東大寺の大仏に使う黄金が出るように寺を建てるよう命じました。これが石山寺の建立のきっかけです。その結果、後に東北地方で金が産出されるようになりました。こうした経緯から石山寺は霊源新たかな寺と認識され、奈良時代から平安時代にかけて発展し、京都からも近かったこともあり、多くの人が足を運びました。その中には後世名を残す女流文学者も多く訪ねているのです。例えば清少納言の枕草子には、霊山は釈迦の御住処なるが哀れなるなり、石山、古川、鹿と綴られており、石山寺が登場します。今回ドラマで真宙と出会った藤原の三綱の母ドラマ名安子も、陽炎日記の970年の記事で石山寺に出向いたことを記しているのです。そして紫式部が源氏物語の着想を得たのも石山寺だと言われています。史実かどうかは定かではありませんが、石山寺縁起絵巻には紫式部が源氏物語の着想のため7日間の参籠に入った様子が記されているのです。紫式部は琵琶湖の湖水に映った月影を見て妻間から執筆を始めたと言います。今回石山寺が登場したということは、このお話がドラマでも描かれるかもしれませんね。石山寺は景懐石の上に立っている国宝の本堂や、同じく国宝の多宝塔が圧巻です。また月見亭からは琵琶湖を望むことができ、毎年中秋の名月の頃には夜間拝観が行われます。紫式部が眺めたとされる月が同じ場所から見ることができるので、訪ねてみてはいかがでしょうか。さてドラマでは突然沢が真宙に対して冷淡になってしまいましたが、彼女たちの友情はこの後どうなるのか目が離せませんね。なお今回のドラマのラストで描かれた疫病については次週詳しく解説する予定です。いかがだったでしょうか。今回のライブ配信情報や参考文献は動画の概要欄にまとめていますので、よかったらご覧ください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。